久保さん。まあ、今回ね、月、月6000万稼ぐ、あ、んまあ、いいや。6000万っすね。6000万にしましょうか。あの、与沢塾って、与沢塾の第一期のセールスレターって、与沢さんが、あの、テレビにガンガン出て、 表にめちゃめちゃガンガン出てめちゃめちゃリストガンガン取ってでマックスまあ与沢塾の一気のセールセレターはオプトインアフリエイトで3000万稼ぐみたいなキャッチコピーだったんですけどあんだけ露出して3000万なんですよね今回裏の人一切顔出ししなくて一切本名も出さずいくら月稼いでたと思います マックス6000万なんですね。<laughs> これ結構桁違いますよね。しかもサイ、サイトアフリエイトですね。このサイトアフリエイトで月6000万のアフリエイト報酬ってやばないですか <laughs> <laughs> ちょっと桁違いますよね。うん。いや、僕もいろんな人に、まあ、 この業界に入って会ってきましたけど、そのサイトアフリエイトのアフリ報酬で6000万っていうのは、脅威ですよね。僕は知らないですね。もう,もうその人しか知らないですね。で、PV 数はもう億を超えるっていうね、もうモンスターサイトですよね。まあいろんなまあサイト、もちろんね、一つだけではないですけども、まあ複数。でも一つのメインサイトは、 すすごいかったんですよか僕から言うと2チャンネルのひろゆきさんみたいな人なんですけど対談しました今なんかあの隠居してるみたいですね沖縄で沖縄で隠居してるみたいですよあ沖縄で隠居してる人にしましょうか沖縄で隠居してる人にしようかな まあでもねあのさ、なんでかっていうとしかもねあの神対談なんですけど僕ね10年前に渋谷で1回飲み会で隣に座ってあ,あ,のあのサイトの、まあ、僕もちょっと知ってたんですけど、まあ、それ有,名有名というかねあのサイトの管理人っすかみたいなマジっすか でそのそれはすごく鮮明に覚えてて、で数ヶ月前なんかなんか連絡がありまして、吉永さん、覚えてますかみたいな。<laughs> そう。マジっすかみたいな。で、なんか、あの遊びに来てくれたんですけど、で動画ずっと見てくれてるらしいんですよ、最近、いっぱい。 でなんかあの僕はあのか、まあ、絶対顔出,しな顔出ししないし本名出さない人なんで、まあ、音声対談ちょっと取りたいなと思ってたんですよ。だけど僕からはちょっと言えないんですよね。まあ、熟成でもなければ、まあ、僕、本当本名も知らないんですよ。本名知らないし、10年前に1回会ったぐらいなんですよ。関係性ってどうなのって話じゃないですか。<laughs> 10年前に一度会って本名も知らない。 であ、遊びに来て。別に本名聞いてないですけどいや、い別に知らなくてもいいですけど。吉田さん、対談しましょうよってって。いいんすかみたいな。マジっすかみたいな。で、1時間ぐらい音声対談して取,取りまして。いやー、すごいっすね。まあ、僕、いろんな方と対談しましたけど、 僕の中ではもう一番です、ねうんだってそういう人とその対談ができるっていうか、まあ、遊びに来てくれるっていう人生でサラリーマンで生きてたら多分ないっすよねそういうまあぶっちゃけ言うともう雲の上ですよサ,サイトアフリエイトで6000万とか無理ゲーでしょみたいな。 まあ、その、数百万だったらね、そりゃ、ごろっと言いますけども、6千万は、だって、与ザワさんの2倍ですからね。<laughs> 与ザワさんの2倍ですよ。うん。青汁王子でもね、まあ、青汁王子は事業行ったのあれですけど、400万とか、アフリフォーシュー400、500とか、みたいな話してたような気がするんですけども、6千万は、<laughs> そう。 まあ今はですね、もうあの、しかもまあ十何年それ続けて、でまああのー、もうバイアウトをして、で、隠居をしてます。よ42歳で隠居ですねよ。42歳だったかな、年齢。隠居してます。隠 <laughs> <陰>居。<laughs> で、なんか暇すぎるらしいですね。暇すぎて。うん。そう、暇すぎるからなんか、最近僕の動画見てるらしいですけど。 であと刺激がないっていうのもあるから、まあ、遊びに来たっていうのもあるらしいですけどすごい世の中にいろんな人いますねうんでもなんか発信しててよかったなと思いますね僕10年前に一度会った人と対談するとかありえるんだみたいな久保さんありえます一度だけですよ一度だけっ 僕の記憶が正しければ、だってその後なんか、LINE の、ラインとかも知らないですもん。ねまあ10年前 LINE あったかわかんないですけど。<laughs> LINE なかったな、10年前。10年前って LINE ありましたっけ多分ねえよな。あったかな。まあいいや。そう。だって10年前って iPhone がちょっと出て、まだ iPhone4、3ぐらいの時代じゃないですか。今 iPhone13 でしょ ?13 年。 うん、そうまあでもねそのまあ,あのちょっとねたあの音声対談のタイトルにするんですけど「あのスーツは悪くない」っていうねすごくいい最後名言が出たんですけどなんかあのサラリーマンやっててスーツ着たくないし通勤時間通勤したくないしみたいないろいろあってでもその稼げるようになって 自分,で自分の意思でね自分の意思であのオーダーメイドのね全部ジャケットもスーツもあああスーツとかワイシャツとかも全部オーダーメイドで全部作ってきたらしいんですよめちゃくちゃ良かったらしくてあスーツって悪くないんだみたいな要は結局自分のうちというかね自分の気持ちなんだなっていう だから自分の選択でスーツを着るのか、それともいやいやスーツを着てるのかによって、このスーツに対しての感じ方っていうのは違うんだなっていうことですよ。スーツは悪くないっていう。うん。だからなんだろうな、あのー、奥、う、間、ん、長者合宿で南の帝王のね、あのー、話をするならば、万田銀次郎は悪くないってことですよね。 万田銀次郎は何も悪くないっていう金を貸して取り立てするっていう取り立てするというか返してもらうこれ悪い何も悪くないですよね「問一ですせ」って言って「問一で,ですせ」「一ですせ」と「問一でも貸してください」みたいなね「万田さん大きに」みたいなね取り立てに行くと「万田さん殺生だみ、ね接触ね」みたいなね何が殺生やねんみたいなね 返してもらわない方が摂取やでみたいなね話もありますけどだからだからなんか人生ってここに気づけるか気づけないかって大きい差だと思うんですよね、うん、けあ結局自分なんだっていう結局自分の内なるものが全てを世界を作ってるっていう わかります見てるものだったりとか全部そうなんですよ。なんか世界が動いてるように見えるんだけどもまあ実際に動いてるんでしょ動いてるように見えるんだけどもでもその結局その世界をどういう写し鏡で見てるかで見え方が変わる感じ方が変わるつまり自分の内なる目がその世界を作っている。 自分の人生を作ってるってことなんですね、まあ、ここはねなかなか気づけないですよねみんな多分ね気づいて気づけてハッとできる人って多分あんまいないと思いますね僕は実は自分で作ってるんだっていうあ実は自分が答えなんだっていうなんだろうな まあそのス、スーツは悪くス、スーツは悪くないからこう深掘りしていくとね。まあ自分が全てを作ってるんだなっていう。そう。ここに気づけると人生っつうのはちょっとね、ステージが上がると思います。本当に。でもほとんど気づけないんでステージはアップしないんですけど。<laughs> いや、これはね、すごく僕もいろいろ勉強していろんな体験して、 あのー。